はい、今日はですね、この持ちやすいクーラーボックスをね、買ってみました。今日はですね、このね、持ちやすいクーラーボックスっていうのをね、近くのホームセンターでね、見つけたので買ってみました。だいたいこれぐらいのサイズっていうとね、こうソフトタイプのボックスっていうんですかね、あの袋のやつ、折りたたみの方になっていくんですけど、この小さいのをちょっと見つけたのでね、買ってみました。この7リットルタイプですね。で、一応500のペットボトルが立てて6本収納できるよっていうことでね、書いてあったので買ってみました。まあ、寸法が外寸で外で290、奥行きが219で、高さが26.9、ほぼ27センチ、奥行きが22センチで、幅が29センチですね。はい、まあ普通にこう開けてみると、もうすでに新品ですけども、こういうところ傷ついてますけどね。まあ、こんな形、普通のクーラーボックスですね。まあ、一応クーラーボックスの取説があるんですけど、何って言ったら、このあれですね、一応これ取っ手がついてますけど、まあ、肩にも背負えるよっていうことですかね。はい、バックルがついてるんですけど、バックル邪魔になってなくなっちゃいそうなのでつけとくと、まあ、なくなっちゃいそうなのでね、つけとくでしょうかね。で、一応付け方も説明書書いてあるのでね、まあ、初めに、ね、この説明書とか、この説明書通りね、ちょっとやってきますけど、はい、まあ、ベルトをバックルに先通すっていうふうにね、書いてある。こういうふうに通しといて、こっちもですね、同じように、そう、こっち側の方をちょっとね、これ表と裏がありますね。なもんで、こっち側を通しといて、あれ、同じようにまた通すような感じですね。こうね、こんな感じですね。一応これ向きあるのでね、注意してもらえばいいかなと思います。はい、こんな感じですね。これ通しといて、あ、これ逆か、こっちは逆でしたね。あ、逆じゃなかった、合ってた、向きは合ってたんですけど、入れ方が違ったのか。はい、こんな形ですね。こう入れて、同じように返す。はい、こんな感じですね。はい、ちょっとこれ紐が長いので、まあ、どれぐらいにするのがいいのかな。一応最後、ここがね、10センチって書いてありますけどね、ここ最後、まあ、ここに手が書いてありますけど、そんなに開けないのか。これだと
長いですね。でもあんまこっちの方にみたいにあんまり短いと意外にこう邪魔にならないのかなって思うんですけどね。これぐらいに長さにしてた方がいいような気がしないでもないですけど、どうなんでしょうかね。ちょっとそこの説明は書いてないのでね、ちょっとわからないですけど、はい。まあ皆さんの使い勝手のいいようにね、まあ、所詮これ肩掛けのやつそんな使わないと思うので、ここで持つようにね、買ったやつですので、ね、持ちやすいって書いてありますよね。波型のハンドルっていうことで書いてあるので、はい、またね何かお茶でも入れてね持って歩きたいと思います。